はい、すいません、はい、休憩終わりました、はい、すごかったですね、やっぱね、このビル。すごいな、工場。工場。あんなでかい工場で。ね、初めて見たときびっくりしましたね、これ。びっくりしたよ、すごい興奮したですもんね、当時。何回か前に出したけど。物量の凄さに ね圧倒されました。戦争に負けるわみたいな。そうそうそう、いや負けるわあれ勝つわけねえわみたいなね。あんなすごい工場さ、ねえ、すごかったな。やっぱね、パックマン人気あったんでしょうね、パックマン工場。ねえ、すごかったですね。筐体のあの作ってるのもすごかったですね。枠とかね、なかなか。なんで1日何台ぐらい作ってるのかな、あれ。すっごい売れたんでしょうね。ねえ、アホみたいに売れたんでしょうね。アホでしょうね。パックマンものすごい数売れてるはずだから、あ、ね、すごい人気ですもんね、うん、パックマンの映画もなんか俺見せたじゃないですか前。そうそうそう、あれすごかったですね。あれとかほら、もうあらゆるのが、ね、パックマン化されたからね。なんかパックマン化された、パックマン化される。そうそうそう社会現象だからな、アメリカではね。日本はそんそこまでなってないもんね。インベーダーみたいな感じかな、日本のね。インベーダーがそれ以上だ、多分ね、規模が違うからですね、うん、はい、ってことで、次のコーナーが毎回出してるあの出してる山田店長の雑食ゲーマー、雑食ゲーマーのコーナー、コーナー、なんか遊んでるゲーム、うん、で発見したゲーム、発見ゲームしたゲームあれ結構反響良くて、うん、あんな探しますねとか、うん、あの千人のやつあったじゃないですか、うん、あれやっと4まで行きました。まだやってんすか。まだやってる。クリアすることにはマジでクリアする気する。マジでクリアするしたらまた紹介しますけど、で今日はちょっとゲームの発掘じゃなくて、うん、ちょっとボン、これです。ちょっと山田店長のゲームセンター行ってきたよみたいな、おなんかわけわからん、またふわっとした感じのを作ってきたんですけど、うん、何が言いたいかって、ドーン、これなんですね。エイリアンVS プレデター、カプコン、カプコンのエイリアン VS プレデター、そう、いわゆる名作と言われてる、うん、俺はあんま名作と思ってないけど、うん、CP2 かなんかの名作、うん、名作なんかな、ほら、うん、どうだろう。で横スクロールの、うん、ほらこの間皇太子と行ったゲーセンあったじゃないですか、うん、30円でできる、いっぱいバーってある、うん、あそこにレトロコーナー、息子たちを連れて行って、息子と親戚の子を連れて行って、うん、このいっぱいあった中で、おなんかこいつらできるのなんやろうと思った時に、これやったらできるかなと思ってボンさせたんですよ、うん、30円で30円で1ゲーム30円、右が息子で、ほら左はこの間一緒に あれね行ったデブッチョの親戚の子、ね、うん、で最初嫌やったんですよ、こんなんしたくねえとか言って、したくねえって、こんなんおもろくねえとか言われて、しろとか言って無理やりさせとったらどんどん乗ってきて、もうこの頃ノリノリなんですよ。あ、本当だ。2人ノリノリ。本当だ。で1名ほらもう力押しでいくじゃないですか、この手のゲームって。まあボタン連打してたらね。連打してたらプラスお金さえもうコンティニューかけていけば。そう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 。で1面クリアして、うん、2面クリアしたぐらいからノリノリ乗ってきて、3面目ぐらいでもやめたんですけど、父からその時嫁さんがおって、もう帰るぞって言われてアホかとか言われて帰るぞって。でも最終的にこんなあの親戚の子ね、笑顔で面白かったーって面白いって言ったあれもこのゲーム面白いっつってゲーセンに連れて行ったんですけど、なんかちょっとこのコメントで、うん、これ好き、ああいいっすね、いや僕も好きですけど、ちっちゃい子供にはどうかなと今思ったけど、困るわけね。要するに言いたいのがやっぱりこういうゲーセンに行って、うん、やっぱ楽しんでるのはもう一緒やなと。そうかそうか、小学校、うちの息子2年生で、今のちょっと太っちょが5年生なんですよ、5年生、うん、すごいハマって2人でやや言ってるわけですよ、うん、お前右行けとか、あ、なるほど、俺がこっち行くとかね、あんな見てたら一緒やなと思って、あ、うん、当時ね、当時我々がやってたのような状態になったと、うんうんうん、そうそうそう、それを報告したくて、あ、さっきの笑顔が良かった、笑顔が良かったでしょ、うん、で今度俺たちで、うん、あそこビデオ勝手にセッティングして、おっさん2人で あそこでやりましょうか。一応ちゃんと了承を得てね、了承得られるのかな、うん、恥ずかしいですねでもね勝手に撮った方がいいような気がする、はい、ってことで、まあ、一応今日ちょっとワンコーナーザクッと、はい、ゲーセンに行ってきたよコーナー、行ってきたよコーナー、そうか、はいはい、面白かったでしょ、うん、
でもちょっとそういうレトロゲーがあるゲーセンがあったら教えてもらいたいもんね。行きたいですね。行きたいんで。とりあえず全国行くんでしょ。そうそうそう。俺やっぱ今この後話すやっぱスペハリの本当の筐体もう一回座りたいな、うん、そうそうでしょ、うん、そうでしょ、一回座りたいな、ね、それで作りたいな、ね、どっちかっつうと、ね、っていうことでもちょっと一気にいきましょうか、その話ドーン、うん。